兵庫県加西市の城郭山2号墳です。では石室の中に入っていこうと思います。このように奥壁は一つの大きな石でできています。側壁の様子です。このように石がなくなっているところがあります。この部分も石がなくなっているようです。側壁はいろいろなサイズの石でできています。天井石はこのように大きな石からできています。兵庫県加西市の城郭山2号墳の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。